病院内の消毒を行いましたので、10月1日より診療を再開します。今月18日、済生会境港総合病院に勤務する50代の女性が新型コロナに感染していることが確認されました。当時病院には新型コロナに感染した患者が入院していて、女性は患者と接触していました。これを受け病院は外来診療などを中止し、施設の消毒などを行いました。そして検査で職員411人全員の陰性が確認されたことなどを受け、中止していた診療を明日から再開するとしました。病院に来たときにコロナ感染症にかかるというような心配のない状況を作りましたので、今後とも安心して来ていただければと思います。一方、感染経路などを調査した県の専門家チームは、病院は当時から十分な対策を取っていて、院内における感染原因は現時点では特定できないとの結果を発表していました。